ありますので、よかったらどうぞ。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、はい、佐藤の漬物、味を覚えて、美味しいよ。おばあちゃんがいっぱいです。はい、こちら、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。あちか大人気になったのは、もしかすると今日はできるかなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて来たんですけど、結構いろんなスープがあるんで、まあ、ちょっとどれだけ食べれるかわかんないんですけどね、できるだけ食べてみたいなと思います。最優秀作品、生姜香る肉団子ちゃんこ大里一新会殿。非団体が常陸太田市の食材を利用した温かい創作汁物料理は、多くの来場者の心をほっこりとさせてくれました。初出場なんで、まあ、びっくりっていうのが正直な気持ちで、こんな結果になるとは、まあ、皆さんに感謝しております。また来年もぜひこのあれに参加して、まあ、優勝できれば最高ですけど、まあ、とりあえず参加したいなと。年々その良くなってきているので、今回が今のところ一番お客さんの入りも良かったし、その投票率が一番良かったですね。新しいこういうのはどうしたらいいんだっていう部分も取り入れて、もっと良くしていきたいですね。